はい、ゲノムデータ解析支援センターの野口です。よろしくお願いいたします。我々のセンターでは、ご覧の5名で、解析支援の事業を行っております。で、事業内容なんですけど、センター名通りでありまして、いろんな分野の生命科学の研究者がお持ちのゲノムデータ。これは、主にゲノムの配列データになりますけども、これをお預かりして、我々の持っている解析技術で解析を行ってお返しをするということを、事業を行っています。で、背景には、次世代シーケンサー NGS というものが出てきて、ゲノムの配列データというのを大量に安価に、取れるようになってきたということで、これまでゲノム配列を使ってこなかったような、生命系の研究者の皆さんが、解析をするようになってきた。ということで、その際の情報解析の部分を支援するっていう授業になっています。で、その NGS なんですけども、これは去年お出ししたスライドになりますけど、NGS は大きく分けてショートリードとロングリードのシーケンサーがございまして、ショートリードの方は100ベースから250ベースぐらいの配列、短い配列なんですけども、エラーレートが1%以下、1000ベースに数個ぐらいの、高い精度で、読むことができる。で、一方でロングリードというのは、非常に長く読めるんだけども、エラーレートが10から15%で非常に長いので、それぞれの特性に合わせた、使い方をしていくということになるんですけども、ここで注目していただきたいのが、このスループットのところでして、これはセンター発足当時、7年前の主力のシーケンサー、それぞれになりますけど、そのシーケンサーで、だいたいワンランあたり60ギガ塩基対。人が3ギガなんで、だいたい人の20倍ぐらいのデータを一度に取れた。で、ロングリードの方で、1ギガぐらいのデータが取れてるっていうものが、現在では、ショートリードの方でだいたい200ギガぐらい。で、ロングリードでも80ギガという非常に大量のデータが取れるように。ということで、ますます、そのコンピュータ解析っていうのが、必要性、重要性っていうのが高まっているというのが背景にございます。で、我々のセンターでは、研究内容によって解析の内容っていうのは当然大きく変わってくるわけですけれども、大雑把にご覧の4つの、解析を行ってまして、1つは、新規のゲノム決定。まだゲノムが決まってないもののゲノムを決める。で、出てくる、シーケンサーから出てくるデータは非常に短いデータなので、それをつなぎ合わせるゲノムアセンブリだとか、ゲノムの配列が出来上がった後に、どこにどういう遺伝子があるかっていうのを、注釈付けをするゲノムアノテーションや解析とか、あるいは、ゲノムの再シーケンス解析っていうのは、これ、リファレンスのゲノムは決まってる、状態で、病気の個体とか、その他の個体の配列を読んで、変異箇所とかを同定する。いうような解析になります。こういう解析とか。あとは発現している遺伝子の解析、トランスクリプトの解析や、環境中の、微生物のゲノムを全部見る、メタゲノム解析といったものを、行っております。主にこの新規ゲノム決定と、ゲノムの再シーケンス解析というのを中心に、解析支援を行っているという状況です。で、先ほどの矢沢先生のお話でも少しあったんですけど、ゲノムの解析、やっぱ数年はかかる。論文化まではさらにもうちょっとかかるっていうことで、なかなか論文っていう形の成果に結びついていかないんですけども、とりあえずこの7年で、一応17本の論文になってまして、あと赤丸がついてるのが、実際のその解析支援から出てきた、論文になりまして、現在までで10本ございます。で、特に、最初の5報っていうのは全部2022年になって出てきてるということで、ようやく、論文という形になってきたかなというところです。で、去年のこの成果報告会でもご発表いただいた、長浜バイオ大の、大森先生のところの、金魚の、網膜を使ったシングルセルの RNA 解析、アタック。解析の、論文とか、あるいは、山本先生のところの、薬剤耐性の遺伝子を持った微生物のゲノム解析、いったものが、実際に、論文になってきているというところです。
で、今年度は、ご覧の7課題の解析支援を受けておりまして、やはり内容としては、新規ゲノムが、3課題。まあ、3課題なんですけど、実際にはこれマウス5個体、あとコウモリダコタコ舟、あと広口腔キキセル1個体ということで、全部で8個体の、新規ゲノムの解析とか、あるいは最新、ゲノムの最新検出の解析も、4課題ございまして、これらを中心に、まあ、様々な生物種で、解析を、受け負っているというような状況です。あと、我々のところでは解析支援だけじゃなくて、まあ、その支援のために、まあ、それを円滑に、進めるための開発、解析ツールの開発ということを行ってまして、ゲノムのアノテーションのパイプラインだとか、ゲノムの再シーケンスのパイプライン。あるいは、新規ゲノムの徹底で使っているような RNA-seq のアセンブラー、ゲノムの配列の修正、あとまあ、真核生物に限ってますけど、遺伝子の予測のプログラムとか、こういったものを、開発を行っています。で、これらのツールについては、後でポスター発表がございますけども、まあ、簡単に、ご紹介いたしますと、アノテーションのパイプラインでは、知のタンパクの配列とか、あるいは、そのターゲットの生物種の発現遺伝子 RNA のデータとか、そういったものを、用いまして、ゲノムの注釈付けを行うということを行っていて、BASCO っていう、まあ、ツールを使った、評価で、我々のツールを使ったもので、昆虫の場合でだいたい99%。まあ、これ、ほぼ感度だと思ってもらっていいんですけど、99%。で、爬虫類、まあ、近縁種の、アノテーションがあまり綺麗じゃない爬虫類でも、まあ、96%っていう、まあ、高い精度でのアノテーションが行われたり、いうものが、できています。あとは、ゲノム配列がある場合に、RNA-seq の、断片データを、まあ、どうつないでいくかっていう、そういうアセンブラの開発を行ってまして、こちらの方も、非常に高い精度での、アセンブラができる、アセンブラというか、まあ、アノテーションができるように、なってきていたり、あるいは、ゲノムのアセンブラが出来上がった後もどうしてもエラーが残ってたりするんですけど、それを、精度の高いショートリードの配列を使って修正するポリシングのツールっていうのを開発してまして、ちょっと見づらいんですけど、各表の、右から2番目が我々のツールで、あと一番右が我々のツールと他のツールを組み合わせた場合の、精度になります。で、緑とオレンジを合わせたものが、最後まで残ってるエラーということになるんですけども、既存のツールに比べても、高い精度で、エラーの修正ができるように、なってきているという状況です。で、まあ、これらのツールの紹介とか、あと、解析支援の中から遺伝系の金子先生の方に、小障害のメトル1っていう、正死血に関係している遺伝子をノックアウトした場合の、発現遺伝子の、その発現量の違いっていうのを解析したような研究について、ご紹介いただいてますので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました。